今日はお天気も悪い中多くのお客様にこうやってご来場いただきましたそして一般のお客様に向けての初のお披露目になりましたので早速皆様から今のお気持ちを踏まえましてご挨拶をいただきたいと思いますまずはこの映画の主演になります内野聖陽さんです、えー、ありがとうございます皆さん本当にまだ雨降ってましたかあの雨の中ありがとうございます、えー、役者としての仕事はもうすでに終わってるんですけど な,なんでこんなに緊張するのかなっていう <laughs> 感じですけど、えー、僕はこの罪の役の中で、えー、心理学教授を演じていますはい <laughs> はい、はい、よろしいでしょうかはい。じゃあまた後ほど話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします <laughs> ありがとうございました続きましてヒロインになります吉本美優さんです はいえー、皆さんこんばんは今日は本当に雨の中お越しいただきましてありがとうございますえー、私はまあ、頭の切れて二面性を持つ木場崎役を務めさせていただいておりますえー、今日はよろしくお願いしますどうもありがとうございました続きまして谷村美月さんですはい、えー、今日は ありがとうございます、えー。一足先に見させていただいたんですけれど、またちょっと癖のある役どころで、ちょっとこう説明しづらい役どころなんですが、えー、皆さんに楽しんでいただける作品になったと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。<laughs> そしてこの映画の監督になります大塚裕之監督です。 本日はお足元の悪い中平日の夜にもかかわらずお越しいただいて感謝しておりますありがとうございますどうもありがとうございますそれではスチールカメラマンの皆さんここからフラッシュなしでお願いいたします改めまして映画の完成おめでとうございますありがとうございますいやまずですね監督にお伺いしようと思うんですが監督 まずこの原作をどうして映画化しようと思われたのかどんなところに惹かれたのかというところをお話しいただけますかえまず、まあ、キャラクターの設定ですねあの行動心理学を教えている、えー、お父さんが娘を亡くして、えー、いろいろ調べていくうちに対峙しなきゃいけない相手が自分の娘の親友だった、えー、女子高生だというその構図が非常に面白いなと思ってそれで映画化したいなと思いました。 今の監督のお話を受けて内野さん、はい、あの行動心理学の父親が <laughs> いきなり触れました、ね、はい、はい、触りました、はいはい、娘を殺されたっていう役どころで非常に映画皆さんご覧になると分かりだと思うんですけどもうすごい熱量でずっと演じられてるじゃないですか熱演しかありませんからでも実際に今回の役をこうもらった時どういう印象を受けたんですか、はい、やっぱりあの僕も同じであのいい大人がですね いい音なんかいとうかあの、まあ、お父さんが娘を失ってその死因、えー、を、ね、あの探求するうちにこう女子あこうにこう乗り込んでいくとその目の前に現れたのはもう美女で頭もよくて人気者の,あのとあるあの女子学生でもすごい怖い女子怖いっていうかもう見れば分かるんですけど邪悪な女子高生に こううん、立ち向かうというその構図があこれ、面白いないない,いい大人がここ子供に翻弄されるというその姿があこれ、面白いんじゃないかと思って、はい、ぜひやらせてくださいっていう話です、はい、いやもう見ていて危機迫るものと自分だったらどうやって立ち向かっていくかなって考えさせられたんですけど、うん、内野さんは、まあ、主人公の男のようにもしそういう立場になったら。 やっぱりこう復讐したいとかって思われたりするんですか。いやー、これはおじけづくでしょうね。それぐらい、あの。あの恐ろしい高校生なので。逃げま、逃げるでしょうね。はい。怖い高校生です。ねえ、本当ですよね。はい、そんなですね、怖い、本当に、あの美しい悪魔的な役を演じられた吉本さん。はい。どんな気持ちで、まず役に取り組もうと思われたんですか。 まあでも最初、脚本を読ませていただいたときはま,あまず、こんな子い,いるのかなって思ったのとあと、この役とどうやって向き合ったらいいんだろうっていうのはすごく感じた部分ででも、監督に <laughs> 監督にあのまあこの女の子は自分の手を汚さずにまあうちのさんだったりをあの相手を。 言葉だけであの精神的に追い込む役だったりするので、まあ、そこを楽しみなさいとおっしゃっていただいてそこから、まあ、少しずつですけどあの役と向き合えることができるようになりました。とはいえ役を楽しむというかその部分を楽しむっていうのは難しくなかったですか、はいまあ、難しかったっちゃ難しかったんですけど。<laughs> でもやっぱり自分があの相手を陥れようまあ騎馬崎にとって安藤聡っていうのは本当に私の目標の木馬崎の目標を達成する上では本当に邪魔な存在なので消し去るためにどうするべきかとかを考えるのはすごく工夫しましたじゃあ撮影中も日々そうやって内野さんに対して いや,いやいやいや,いや,いや <laughs> 怖かったですねもうなんかあまりねでもこう喋らないようにしてたんです、はいうん、私の方はやっぱりあのやっぱりこう復讐の目標ですからあんまりこのいい吉本美優ちゃんは見たくなかったんであのこう復讐の刃が鈍るじゃないですかなのでなるべく可愛いい吉本美優ちゃんは見たくないのであの 僕もあんまりこう仲良くならないようにしたし、僕もあんまり人のいい内野さんをあんまり知らせちゃうとやっぱりね嫌じゃないですか。なので嫌な感じだったでしょ。現場では。<laughs> いや話したいなとは思っ。何 <laughs> 話したいなとは思 出ましたけどでもあの、内野さんがそうやってやってくださったことによって私もあの、まあ、内野さんにお芝居の中でアドリブでなんか <laughs> こう肩をポンってされたときに本気で怒っちゃったりとかそういう表情があの自然と出せたのでそれは本当にありがたかったです。 本当にあのカメラリハーサルっていうのがね、監督ありましてそこであのまあ本番さながらにこう練習するんですけどあのそこでこうやっぱりこう掴みかかったりこづいたりすると本当に怒るんですよ <laughs>。それがすごいリアルでいろいろ本番でもあのどうやって怒らせようかみたいな感じでやってましたけど。